ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ？そんなため息ついてどうした霊夢？今私、めちゃめちゃドキドキしながら見てる番組があるのよね。いやもう、この先どうなるか気になって仕方がなくって。何見てるんだ？恋愛リアリティショーって言われている番組よ。男女がカメラの前で恋愛を繰り広げるから、出演者が誰と結ばれるのかが本当にドキドキするのよね。ああ、そういう話って盛り上がるよな。いいところで番組が終わって次回になったりして。わかるー、このドキドキ感がたまらないのよ。でもな霊夢、恋愛バラエティ番組にも色々な闇の部分があるって知ってるか？ええ、だってこういう番組って純粋な恋愛を楽しむものでしょ？もちろん純粋に恋愛をしていた出演者もいるとは思うぜ。ただ、恋愛バラエティ番組の裏では、色々な事件やトラブルも起こっているんだ。テレビには映らないところで、問題になっていることがあったのね。ああ、そうなんだ。今回は、そんな恋愛バラエティ番組の闇を見ていこうと思うぜ。それじゃあ、行ってみよう。まず最初に紹介するのは、1999年から放送され大人気になった、愛乗りという番組でのトラブルだ。愛乗り知ってるわ。もう放送されたのはだいぶ前になるけど、学生から大人までこぞって見ていたわよね。そうだな、最高視聴率が 20.4% の超人気番組だったんだ。男性4人と女性3人がラブワゴンと呼ばれる車に乗って、世界中を旅しながら恋愛をするっていう変わったシチュエーションも面白かったしな。ピンク色のラブワゴン、懐かしいわね。愛乗りといえばこのラブワゴンだな。好きになった人に日本行きのチケットを渡して告白をして、告白が成功してカップルが成立したら、キスをして二人で帰国するっていうルールだったんだぜ。そうそう。告白が失敗しちゃうと、告白した人は一人で帰らないといけないのよね。もし告白失敗したら即帰国っていうのが、スリルがあってハラハラしたわ。そうだな、告白シーンは緊張感あるものだったな。しかし、そんな告白を乗り越えてカップルになったうちの一人が、後に番組内でやらせがあったということを暴露して問題になったんだ。真実の愛を探す旅って言葉で宣伝されていたのに？愛乗りの出演者の中には、もちろん本気で恋人を探すべく参加していた人もいただろう。やらせがあったと暴露したのは、2000年から番組に参加していたデビーというあだ名の女性なんだ。確か、旅に参加していた出演者はみんなあだ名で呼ばれていたわね。ああ、そのデビーさんは旅の途中、センちゃんと呼ばれる男性から告白を受け、悩んだ末に告白を受け入れ、見事二人は結ばれて帰国することになった。カップル成立ね。デビーさんは番組内でも人気があり、カップル成立に喜んだ視聴者も多かったらしいぜ。かなり盛り上がったでしょうね。そうなんだ。日本に帰国したデビーさんはその後セクシー女優になったということもあって、愛乗りに出演しなくなった後も何かと話題になっていたんだ。意外なところに転職してて驚きだわね。セクシー女優としての作品を販売しているサイトには、デビーさんが語る愛乗りについての、やらせ暴露インタビューが掲載されるということがあったんだ。そんな堂々と？ああ、かなり大っぴらに話されているんだ。一体どんな内容が？やっぱ愛乗りってやらせなんでしょ？というかなりストレートな質問に、デビーさんはそうですよ、と普通に答えているだけでも驚きなんだが、センちゃんとカップルになったけど、本当は他の人が好きだったという発言もしているんだ。ええー、二人は結ばれて帰国したんじゃ。テレビではそのように放送されていたが、デビーさんの暴露によれば、当時の番組ディレクターからの指示があったそうだぜ。センちゃんが他の人に振られてかわいそうだからカップルになってほしい。ということを言われていたというから驚きだよな。デビーさんの気持ちではなく、スタッフさんからの指示に従ってあの告白成立のシーンができていたのね。本人が言っているんだから、信憑性も高そうだわ。デビーさんが好きだったという他の出演者とは、番組以外のところではラブラブだった。という暴露までしてしまっているんだ。本当はセンちゃんに興味がなかったということがはっきりわかってしまったな。これ、センちゃんが知らなかったとしたら相当なショックよね。ああ、センちゃんがスタッフから何か指示を受けていたかは書かれていない。本気で告白していたとしたら悲惨だぜ。こういう人が一人でもいると他の参加者の中にも、やらせがあるということを知った上でスタッフから指示を受けていた人がいるんじゃないかって考えてしまうわ。やらせを告白しただけでも問題なのに、スタッフからのせ、らがあったということまでデビーさんは話しているんだ。せ、ら、いろいろありすぎてなんだか混乱するわ。
さらに暴露は続き、旅をしている間何度も日本に帰国していたことまで分かったんだ。あれってずっとラブワゴンで移動してて、参加者と生活も共にするっていう話じゃなかったっけ？そうだぜ。だが実際は収録の時だけ集まっているといった内容の話までしているんだ。私たちが見ていたものは何だったのかしら？日本に帰国していたことはさておき、レディーさんが暴露したやらせやせら行為に関しては、テレビ局側は否定しているそうだぜ。真実は闇の中ってことね。ああそうだな。恋愛バラエティ番組のやらせ問題といえば、近年放送されたバチェラー3という番組でも疑惑が浮上しているんだ。バチェラーも知っているわ。一人の男性に対して複数の女性たちがアピールするっていう内容の番組よね。ああ、参加者が次々に脱落していき、最後の一人になるまで女性からのアピール合戦やデートやパーティーが繰り広げられる。相乗りとはまた違ったタイプの恋愛リアリティショーなんだ。ゴージャスな感じの雰囲気が漂っているわね。このバチェラーという番組でやらせ疑惑が浮上したのは、シリーズ3作目のバチェラー3の放送内容についてだ。2019年に週刊文春がやらせについて報道しているんだ。このやらせ報道についても、出演者の誰かが暴露していたの？いや、これは番組関係者への取材でわかったことらしいぜ。出演者の女性のうち3人にやらせ疑惑について直撃取材をしたそうだが、個人的に話してはいけないことになっている、とのことで、否定も肯定もしなかったそうだぜ。勝手に話してはいけないとはいえ、否定しないってことはやらせを認めると捉えられても仕方なくなっちゃうわね。やらせの内容はどんなものだったの？それが週刊文春の取材によれば一つや二つじゃないんだ。出演者の女性同士が本当は仲がいいのにもかかわらず、ギスギスした雰囲気をわざと作るように指示されていただとか、デートの流れも全て台本があり、セリフが指定されていた回もあったというぜ。確かに、テレビ的にはギスギスしていたりトラブルがあった方が面白いのかもしれないけど、本当は仲良しなのにお互いをディスり合うのは複雑な気持ちだったでしょうね。しかもセリフの指定まであるなら、リアリティショーなんて言えなくなるでしょ。確かにそうだな。だが、やらせがあったのはこれだけじゃないぜ。他にも、女性出演者のプロフィールまで偽装されていたというんだ。番組用に嘘のプロフィールを作ったってこと？ああ、そういうことになるな。例えば岩間めぐみさんという出演者のプロフィールは、山梨で実家のぶどう農家を手伝っている、と書かれているんだが、実際には東京に住んでいて別の仕事をしているというのが分かったり、古澤美久さんという出演者はダンプ運転手、とプロフィールに記載されていたんだが、タレント活動もしていたそうだぜ。さすがに職業まで偽装しちゃったらちょっと問題になりそう。さらに一番やってはいけない、告白のやらせまであったと言われているぜ。それはさすがにアウトでしょ。しかもそれは、バチェラーと呼ばれる男性が最後の一人の女性を選ぶという、番組上最も盛り上がる場面でのことだったんだ。でも、最後に選んだ一人の女性と番組が終わった後もお付き合いしていくんだから、やらせなんてあってはならないわよね。ああ、本当に好きな人に告白をするはずの重要なシーンだからな。バチェラーとして番組に出演していた友永さんという男性は、岩間めぐみさんという女性のことが好きで、最後に選ぶのも岩間さんがいいと考えていたんだ。しかし、番組スタッフから指示されたのは岩間さんとは別の、水田さんという女性を最後に選ぶようにというものだった。なんでそうなっちゃうの？素直に一番惹かれていた岩間さんを選んでプロポーズすればよかったのに。友永さんは本命である岩間さんを最後に選びたいとのことを、番組の制作チームに伝えていたらしいんだ。じゃあそこで何か指示があったってこと？ああ、そうらしいんだ。バチェラーは過去の2作で結ばれたカップルが後に破局しているということもあり、今回は2人が結婚するところまでなんとか結びつけたいという思いがあったんだ。そこで本当に結婚するかはわからない、と言っている岩間さんより、後で離婚になってもいいから結婚したい、という水田さんを選んでほしいと、友永さんに強く伝えたそうなんだぜ。自分の意思に反して、番組として盛り上がる方の選択をさせられてしまったのね。なんだか気の毒だわ。結局、友永さんは番組側の要求に応え、本命ではない水田さんにプロポーズしたんだ。っていうか、水田さんにもすっごく失礼。本当にその通りだな。しかもその後、友永さんは一番思いを寄せていた岩間さんを諦めきれず、視聴者には内緒でデートなどをして交際することになったんだ。バチェラー3での放送内容とは全く違う結末が待っていたのね。
ああ、しかもその後、友永さんと岩間さんの二人は結婚したんだ。バチェラーシリーズで初の結婚になったのね。番組がきっかけで本当に結婚するなんてそれこそリアリティショーだって思ったけど、そこに至るまでにいくつもやらせがあったというのはなんだか複雑な心境だわ。そうだな。番組を熱心に見ていた視聴者からしたら、番組と全く関係のないところで出演者が密会していたと知ったら疑問を抱くのは当然だな。実際番組や二人に対して、賛否の言葉がたくさんあったからな。番組にやらせ疑惑があったことはショックだけど、縁あって結婚までたどり着いた二人にはこれからもずっと幸せでいてほしいけどね。炎上や批判の声を乗り越えて、一緒にいたいと思える人なんだろうな。だが、スタッフからの指示で嫌な思いをしてしまった出演者もいるだろうから、そういった配慮だけはもっとするべきだったと思うぜ。本当にそう思うわ。ただの出演者としてではなく、一人の人間として扱ってほしいものだわ。バチェラー3に出演していた友永さんと岩間さんは視聴者から様々な批判を受けたわけだが、これは他の恋愛バラエティ番組でもかなり問題になっていることなんだ。霊夢はテラスハウスという番組の出演者木村花さんが番組に出演したことがきっかけで、誹謗中傷を受けて亡くなってしまったことは知ってるか？確か自ら命を絶ってしまったのよね。ああそうなんだ。本当に悲しいニュースだったんだが、この事件をきっかけに恋愛バラエティ番組のあり方について考えられるようになったんだ。テラスハウスは、男女が一つ屋根の下シェアハウスしながら恋愛する番組よね。その番組内でもやらせがあったの？そうなんだ。亡くなった花さんが母親に、番組内でやらせがあったと話していたんだ。花さんはプロレスラーだったんだが、同居している共演者の男性に大切なプロレスの衣装を乾燥機に入れられ、破損してしまったことがきっかけで口論になるというシーンがあった。大切な商売道具だからかなり怒ったんじゃない？ああ、この事件で花さんは男性に激怒し男性の帽子を払い投げるシーンが放送された。すると花さんの言動に対して視聴者からの批判が殺到し、花さんの SNS には心ない言葉が書かれたりと大炎上してしまったんだ。わざわざ個人の SNS に書かなくても、花さん本人によれば、毎日100件近く率直な意見が書かれた、というから、本人も相当辛かっただろうな。しかし問題なのは、その炎上した回の放送で花さんにスタッフからの指示があったということなんだ。花さんが激怒して口論になるシーンのことね。その口論の中で花さんが男性の帽子を叩き落とすシーンが、スタッフからの指示だったということがわかったんだ。花さんは番組スタッフから、ビンタぐらいしたらいいんじゃない、というような指示をされたそうだぜ。花さんはそこまでする気はなかったってことよね。ああ、おそらくそうだろう。プロレスラーである自分がビンタはできない、という理由で帽子をはたいた、と母親に打ち明けていたそうだからな。スタッフに指示されてやったことが原因で個人的な SNS まで荒らされてしまっていたのね。スタッフからの指示は後に分かったことだったから、放送をリアルタイムで見ていた人たちは花さんの言動に過剰に反応してしまったんだろうな。最初から、台本ありきよねってぐらいの気持ちで見ている人もいればそうじゃない人もいるわよね。花さんのインスタグラムやツイッターには本当にひどい内容の書き込みが連日続いたんだ。番組の内容一つでここまで炎上するなんて怖すぎる。顔が見えない匿名で発言できるからこそ、花さんの SNS はどんどん荒れていった。そして最悪なことに、花さんは遺書を残し自ら命を絶ってしまったんだ。それってやっぱり、誹謗中傷が原因で亡くなってしまったってことなのかしらね。おそらくそうなんじゃないかと言われているぜ。だが、誹謗中傷が亡くなった原因の一つでも、本当に悪いのは花さんにテレビでの行動を指示した番組側の可能性が高いよな。やらせ自体がなければこんなことにはなっていなかったかもしれないからな。そうね、SNS でひどい言葉を書き込んだ人にはしっかりと法的措置を取るべきだけれど、問題の根本であるやらせをなくさないことには何の解決にもならないと思うわ。ああ、霊夢の言う通りだ。ここまで恋愛バラエティ番組の様々な裏話を見てきたが、いくつものやらせの指示があったことがわかったな。出演者がリアルな恋愛をしているということを売りにしている番組ばかりだっただけに、裏ではこんなことが起こっていたなんて驚いたわ。まあ、多少の演出はあるだろうと思って見ている人も多いとは思うが、あまりにも過剰な演出があったことも事実なんだよな。
本当に怖いのはその過剰な演出を見ている視聴者の人が、出演者が自ら起こした行動だと信じ込んで、その個人に向けて攻撃してしまうことよね。今は誰でも SNS が使えるから、本人を攻撃することが簡単になってしまっているからな。恋愛バラエティ番組は楽しんで見ることもできるし、中には参考にできることもあるかもしれない。でも、出演者が傷つけられないような配慮を番組側がしていかなければいけないと思うぜ。そうね、ちゃんと出演者を守ってほしいものだわ。それに、いくら番組の演者といっても一人の人間であるわけだから、番組で放送されたことが全てだと思っちゃいけないわよね。ああ、恋愛バラエティ番組はいくつも放送されているが、この先悲しい事件が起きてしまわないことを祈っているぜ。エンターテイメントの一つとして楽しんでいけたらいいわね。そうだな。それじゃあ今回はこの辺でお開きにしよう。ご視聴ありがとうございました。